すいません。ハムストリングも治療してください。あと、中殿筋もお願いします。あと、僕の体は反応が出やすいので、できれば少し弱めで治療をお願いします。なんだか体のこと詳しい人も。スポーツやってる人は、普段から体を使ってる分、自分の体のことや関係することには詳しいっち。今井さんはランニングをしているって話も、だから詳しいもんね。体を管理できてる人の体を触ることは、とても貴重な体験っち。普通の人との違いを感じながら治療するっちよ。筋肉が柔らかくて触りやすいもん。普通の人に比べると血液の流れがいいから、筋肉にも血液がしっかり通っててしなやかっちよ。触り方や触る場所が悪いと緊張してくるのもわかるもん。スポーツ選手は体のことをわかっているから、刺激する場所が少しでも違うとそれがわかる人もいるっち。普段から鍛えている体は少しの刺激で大きな反応が出たりするっち。刺激の量には気をつけるっちよ。さあ、いつものように疲れを取り去るっち。どうしたっち？早くやるっち。緊張してできないもん。まずは自分の不安を取り去るっち。